スキップビートは中村し樹による日本の少女漫画作品。白戦車の花と夢にて2002年3号から連載中。テレビアニメが2008年10月から2009年3月までテレビ東京系にて放送された。また2009年には 5PB よりゲーム化された。2011年12月から2012年4月まで台湾の民間全民電子講師にて カレー的挑戦というタイトルでテレビドラマ化された。2012年、全国の書店などで祝3 0巻10周年1000万部フェスタとして、3月19日発売の30巻でコミックする異形発行部数が1000万部に達成したお祝いキャンペーンを展開した。2021年1月時点でコミックする異形発行部数は1400万部を突破している。 自分をもてあそんだ幼なじみへの復讐を目的に芸能界入りした少女が復讐を果たしながらもやがて演技の面白さに気づき成長していく様子を描いている。高校にも行かず日夜やバイトに明け暮れる主人公、最上、京子は幼なじみであるロックミュージシャン、不わなと同居し生活費を一人で賄っていた。 歌手志望で、家で同然に上京した奈緒に献身的に尽くすことが、無常の喜びだったが、奈緒がデビューし、超人気歌手となった後は、次第に距離が開いてきていた。そしてついにある日、自分が単なる家政婦代わりに上京させられたことを知り、あっさりと別れを告げられる。捨てられてしまった京子は、失意の中で尚に復讐すべく、芸能界入りに挑戦する決意を燃やす。 執年と根性で無理を通し、なおの所属する赤時と並ぶ大手芸能プロダクションの LME の新人発掘オーディションに参加し、審査員の意表をつき、一時審査を通過するが、続く二次審査で愛する心と愛されたいと思う心が欠けていることを露呈してしまい、落選してしまう。しかし、強行の才能を見抜いた LME の社長、ローリータかは彼女を採用し、強行の 愛する心、愛されたいと思う心を補うべく、ラブミーブというグループを作り、教皇そこに所属させる。各して芸能界入りを果たした教皇は、なおへの復讐のために芸能界生活をスタートさせる。担当声優は、ドラマ CD 版、テレビアニメ版の順。一名だけの表記の場合は、テレビアニメ版のみであることを示す。赤時エージェンシート勢力を2分する。 大手芸能プロダクション、LME の関係者。ダークムーンは、なおの PV での演技を評価された京子が出演、レンと共演することになったドラマ。なお、ダークムーンは、20年前に、伝説的な大ヒットを遂げたドラマ、月ごもりのリメイクである。2008年10月から2009年3月まで、テレビ東京系にて放送された。 p s PS に専用ソフトとして 5PB ゲームズより2009年5月28日に発売された。ストーリーはゲームオリジナルとなっている。セロビー指定。限定版にはオリジナルサウンド CD とオリジナルストラップが付属している。エンディングテーマは当時ブレイク前のゴールデンボンバーが担当した。2009年6月17日にオープニングテーマとエンディングテーマは スプリットシングルとして 5PB レコーズからリリースされた。華麗的挑戦、白、恵み。日本ではスキップビート。華麗的挑戦のタイトルで放送。2012年4月23日から2012年9月24日まで、ダット部にて全23話で放送されたほか、BSTBS では2013年3月8日から4月4日まで、 全20話の2カ国語放送で放送された。日本放送日は、ダット部放送時のもの。2014年4月10日発売の花と、夢文系少女にテレビアニメの脚本も担当した、藤崎あゆなによる小説が掲載された。その後、ザ・花と、夢にて、2015年4月25日から2016年1月25日まで、連載され、花と、 夢文系少女系細文と合わせた合計5編と書き下ろし1編も加えた単行本小説スキップビート強行の全力フルコースが2016年9月20日に発売スキップビート華麗的挑戦に関するカテゴリーありがとうございます